で次は、兜の飾りの部分に行きたいと思います。最初に丸の部分を編んでいきます。黄色の糸を用意して指にくるくると2回巻いて輪っかを作ってから、かぎ針を輪の中に入れて糸を持ってきます。で、立ち上がりの鎖編みを1回します。で、輪の中に細編みを6回編みます。1、2、3、4、5、6、6回編んだら、次に中心を絞るので、かかっている糸を引き伸ばして、ほどけないようにしてからかぎ針を外して、でここに二重に糸があって、で糸端を少し引っ張って反応して動いた方の糸をさらに引っ張って片方を絞ります。でまた糸端を引っ張って、これで中心が絞れたので、かぎ針を戻して、最初の細編みに引き抜きます。これで1段目が完成しました。2段目に入ります。2段目でラストです。立ち上がりの鎖編みを1回してから、根元から1目につき2回細編みを編み入れます。1、2、次の目にも2回、1、2、このようにして1目につき2回編んでいきます。2、1、2、1、2、1、2、1、2、12目細編みが編み終えたら、最初の細編みの頭に引き抜きます。これで飾りの丸の部分が完成です。ここでは飾りをつけるために長く取って切ります。で引き抜いて、完成です。次に兜のこの角みたいな形を編んでいきます。次は、輪の作り目ではなくて鎖目の作り目を作っていきます。指に1回巻いてかぎ針を輪の中に入れて糸を持ってきて糸端を少し引っ張ります。でここから、鎖編みを34回編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、31、32、33、34、34回鎖編みができました。立ち上がりの鎖編みをもう1回します。これで35目になりました。35目鎖編みが編めたら、これをひっくり返して今度は裏山を編んでいきます。最初に、減らし目をしていきます。でかぎ針を入れる場所が根元の裏山から数えて1、2目目のところに入れます。ここにかぎ針を入れて糸を持ってきます。でさらに次の目にもそのままかぎ針を入れて糸を持ってきます。
で、この3つを同時に引き抜きます。これで1つ減らし目ができました。次の目には中長編みを1つ編みます。かぎ針に糸を引っ掛けてから次の目にかぎ針を入れて糸を持ってきて3つ同時に引き抜いて中長編みが1つできました。次の目には中長編みを2つ編みます。1、同じ目にもう1回編みます。これで減らし目を1つと、中長編み1つと中長編み2つができました。この1、2をあと4セット行います。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2と全部で5セット編むことになります。次の目には中長編みを1つ編みます。1、次の目には中長編みを2つ、1、同じ目にもう1回編みます。2、次は1回、次は2回、1、2、次は中長編みを1回、1、次は中長編みを2回、1、2、次は中長編みを1回、1、次は中長編みを2回、1、2。これでカーブのような形になりました。で、ここからは、中長編みを増し目なしで10回編みます。1、2、9、10、10回編めたらまた片方と同じことをやります。最初に増し目をします。1、同じ目にもう1回編みます。2、次に1回、1、この2、1をあと4セット行います。次は2回、1、同じ目にもう1回、2、2、1を5セット行いました。で、最後2目余っているかと思います。この2目に減らし目をします。そのままかぎ針を次の目に入れて糸を持ってきて、さらに次の目に糸を持ってき、あ、糸をかぎ針を入れて糸を持ってきて、この3つを同時に引き抜きます。これで完成しましたので、かぎ針鎖編みを1回して、で、適当な長さでカットします。で、引っ張って、これで飾りの部分ができました。片方は、糸処理をしてしまいます。また、とじ針に糸を入れて適当に裏でくぐらせて、で、根元で切ります。それでは飾りの部分と帽子の部分をくっつけていきます。残しておいた糸端の部分にとじ針を、とじ針の穴に入れて、
これでくっつけていきます。真ん中になるように置いて、このまま重ねてくっつけます。で、好きなところにくぐらせたら、黄色の裏の部分に持ってきて、で、何回かまた裏のところでくぐらせて、で、根元で切ります。これで飾りの部分がくっつきました。で、こちらも糸処理をしていきます。糸処理も終わってこれで完成です。今回は赤ちゃん用の兜の編み方を紹介しました。帽子の部分はやっぱり黒で編んだ方がかっこよさが出ると思います。ぜひ編んでみてください。これからもかぎ針で簡単に編める赤ちゃん用の作品や、その他かわいいハンドメイドの作品の作り方の動画もアップしていきます。ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。